that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind. どれとどれを組み合わせても決して喧嘩しない。しかも好感度だって高い。八つの着こなしができました。こんにちは、サファリ町中です。今回は皆さんも持っているような定番5アイテムだけでできる好感度抜群の春コーデの作り方をご紹介したいと思います。基本の5アイテムはこちら。デサントオルテライン81の黒ナイロンパーカ、タリアトーレのコンブレザー、ヘリルのバンドカラーシャツ、リーバイスヴィンテージクロージング501のデニムパンツ、レーニングチャンプのスウェットパンツです。これらの5アイテムにちょっとした手持ちアイテムや小物を足すだけでおしゃれで好印象な着こなしが完成する春のコーデ術。早速いってみましょう。まずは簡単に基本の5アイテムを紹介したいんですが、1つ目は黒ナイロンパーカですね。黒系のナイロンパーカはこのチャンネルでも何度も紹介しているので、もう持っている人も多いはずですよね。これはデサントオルテライン81のもので、デサントがこれまで培った経験やものづくりのエッセンスを凝縮した最高級ラインの一着なんですね。もちろん極限状況にも耐えうる高い機能性は文句なしなんですが、機能性を追求することで生み出された究極のデザインは一つ一つに意味があって、しかも美しい。もちろんここまでハイスペックは街着に必要ないかもしれませんが、ベーシックなデザインで着こなしの幅も広いですし、レインウェアとして着られることを考えれば持ってて間違いのない一着と言えますね。はい、お次はネイビーのジャケットですが、これも好感度の高い大人の定番アイテムですよね。で、今回紹介するのはイタリアブランドタリアトーレのネイビーブレザーです。イタリアのブランドというと、ウエストがキュッとシェイプしたシャープなシルエットのジャケットを思い浮かべると思うんですけど、これはちょっと違うんですよね。最近トレンドでもある金ボタンのコンブレなんですが、ウエストはあまりシェイプしてなくて、すごくナチュラルなフォルム。かといってアメトラ風のボックスシルエットとも一味違って、すごく洗練された着こなしやすいシルエットなんです。素材はウールとモヘア混紡で、独特のシャリッとした風合いがあるところも魅力。実に大人っぽくおしゃれに着こなせる一着なんですね。こちらのバンドカラーシャツなんですが、これはヘリルという日本のブランドのものです。ヘリルは2019年にスタートしたユニセックスブランドで、日本国内の最高級な技術に裏打ちされた伝統ある工場とタイアップして、新しいコンセプトの素材開発を行うなど、デザインと素材にこだわったユニークなプロダクトを作っているブランドなんですね。これも見た目はシンプルなんですが、風合いのいい柔らかな素材感で着心地も抜群。バンドカラーはトレンド性も高い上に適度なきちんと感があって、ビジネスにも対応してくれますし、カジュアルなスタイルにも使いやすい。こんな1枚持っていると着こなしの幅がぐっと広がります。はい、ボトムズですが、まず欲しいのがやっぱりデニムですよね。中でも濃紺のワンウォッシュタイプが着回し的にも好感度的にも最強ということで、その中でも王道中の王道のリーバイス501なんですが、こちらはリーバイスヴィンテージクロージングの47年モデルなので、現行の501オリジナルフィットよりもやや股上は深めで、テイパード感を抑えたストレートなシルエット。ワンウォッシュですが、手焼き処理されているのでデニム表面の毛羽立ちもなくて、すっきりした印象で履けるところもいいんですよ。とにかくいろんなスタイルに合わせやすいですし、オーセンティックさが魅力の大人好みの一本と言えます。本当にこのチャンネルでもたびたび登場しているカナダのアスレチックブランドレイニングチャンプのスウェットパンツですが、春のコーディネートでもやっぱり欠かせない一本ですよね。この独特のぬめり感のある柔らかなスウェット素材や、フラットシーマと呼ばれる4本針縫製が特徴で、履き心地の良さにも定評がある人気モデルですよね。あとこのすっきりシャープなシルエットも魅力。スウェット着こなしはどうしてもカジュアルになりすぎることが多いんですが、このシルエットのおかげで洗練された大人っぽい雰囲気にまとまるんです。 Ooh, that sugar's sweet. You got what I need.
ではこの基本5アイテムを使って実際にどんな好印象コーデができるか早速実践していきましょう。はい、まず1コーデ目ですが、このネイビージャケットと濃紺のデニムパンツでシンプルにまとめたいなと。インナーにはこのバンドカラーシャツ、ここで襟付きのシャツだとカッチリした印象が強くなるんですが、バンドカラーだと適度なカジュアル感が出て簡単におしゃれ感もアップするんです。足元はこんなローファーだと大人っぽくまとまります。トップスは上質感のあるコンブレザーですし、ブルー系でまとめたこんなコーデなら清潔感があってクリーンなので、ちょっとしたビジネスの場面でも全然問題ないですよね。あと手元に格上感のある腕時計などを合わせれば大人っぽい風格もグッとアップします。またシューズには今回ローファーを合わせているんですが、ここはスニーカーなんかでも全然 OK。 休日シーンなら爽やかさがある白スニーカー合わせで軽快さを出すという手も使えます。はい、2コーデ目ですが、実はさっきのコンブレ、濃紺デニム、バンドカラーシャツのコーデにはこのナイロンパーカーを重ねるのもありです。まだまだ寒い日も多い春先や雨の日なんかだとジャケット1枚では心細い時もありますよね。そんな時にはやっぱり羽織物としてナイロンパーカーは便利。着こなしが一気にカジュアルな雰囲気になりそうな気がするかもですが、パーカーが黒なら大人っぽさも損なわないですし、落ち着いたムードもしっかりキープできます。はい、どうでしょう。コンブレにナイロンパーカーはミスマッチのようにも思えますが、しっくりとマッチしてますよね。これはコーディネートで色を使いすぎてないか。ネイビー系で統一したコーデにパーカーとシューズは黒と基本色を2色で抑えたからまとまりがあるんです。むしろ黒が引き締め役になって洗練されたムードがアップしてますよね。はい、3体目のコーディネートはさっきの2つ目のコーデからコンブレザーだけをオフしてみましょう。ブレザーがなくなっただけなんですが、よりカジュアルな雰囲気が増してきますよね。こうなると足元はレザーシューズのローファーよりもカジュアルなスニーカーの方がベター。休日にぴったりのリラックス感も出ますし、軽快さもぐんと増します。着こなしとしてはインに着ていたコンブレを脱いだだけなんですが、だいぶ雰囲気が変わりますよね。着こなし自体がシンプルになることでよりオフっぽさというかカジュアル感もアップするんです。実はこれ足元の白スニもポイント。足元でさりげなく白を効かせるだけでリラックス感や着こなしの好感度もアップするんです。はい、4コーデ目なんですが、今度はデニムをこの霜降りグレーのスウェットパンツにチェンジしてみましょう。パンツがスウェットなのでカジュアルには違いないんですが、インナーがバンドカラーシャツということもあって大人っぽいきちんと感もありますよね。足元はスニーカーなら何でも OK な感じもしますが、こんなニューバランスのグレースニーカーだと都会的なムードもあってバンドカラーシャツとの相性もいいと思います。ボトムズがスウェットパンツ、しかもアウターがナイロンパーカーなのでかなりカジュアル感は強め。でもバンドカラーシャツがちょうどいい引き締め役になっていて、洗練された印象のコーデに仕上がっています。色味も全体がブラック、グレーのモノトーンなんですが、そこにブルー系のシャツがさりげなく効いていて大人っぽいアクセントになっているところもポイントです。はい、次5つ目のコーディネートはさらにワンマイルっぽい感じに仕上げてみようかなと。となるとインナーのバンドカラーシャツをアウトして、手持ちのこんな白 T をナイロンパーカーのインに。これならさらに砕けた印象になって休日のご近所スタイルにも最適。足元には白 T に合わせて白スニーカーを持ってくれば清潔感のあるワンマイルスタイルが完成します。どうでしょう。4つ目のコーデのバンドカラーシャツを白 T に変えただけですが、ぐっとリラックス感が増してますよね。典型的なワンマイルスタイルなんですが、パーカもスウェットパンツも上質な素材感があってカジュアルなのにさりげなく格上感があるのもいい。あと足元の白スニーカーもボリューム感のあるタイプでほんのりストリートっぽい遊びを加えているのもポイントです。さて6つ目のコーディネートですが、今度はトップスのパーカに変えてコンブレにしてみます。
これだけでガラリとイメージが変わって、スポーティーで大人っぽいジャケットスタイルになりますよね。足元はさすがに革靴ではハードルが上がってしまうので、やっぱりスニーカーがいいかなと。こんなニューバランスの一足でアクティブでも品よくまとめたいと思います。アウターがネイビーのブレザーになるだけで、なんだかエレガントさも増して、上品な格上のカジュアルといった雰囲気に仕上がってますよね。スニーカーもブレザーの色を拾ってネイビーにしたので、さらにまとまりのある印象に。基本シンプルな着こなしなので、白 T の首元にはアイウェアなんかをかけると程よいアクセントにもなります。こんなスタイルならちょっとしたレストランでも全然いけちゃいそうです。はい、春も少し暖かくなってきて、アウターなしでも過ごせるようになってきたら、白 T の上にバンドカラーシャツを羽織るだけでも OK です。さすがにスウェットパンツと白 T だけだとあまりにラフすぎて部屋着感が強すぎますよね。でもシャツ1枚を羽織るだけで見栄えも断然良くなって、大人感もぐっと増します。あとシンプルな着こなしなので、足元にはこんな少し遊びの効いたタイプがおすすめです。 T シャツ、スウェットパンツの上にバンドカラーシャツを合わせているだけですが、いわゆるワンマイルスタイルと一味違ったイメージになっていると思いませんか？ T シャツにスウェットだけだとどうしてもラフになりがちですが、トレンド感もあるシャツなんで、おしゃれっぽい雰囲気を出しやすいところもいいですよね。シンプルなんですが、センスよく見える大人っぽい休日カジュアルです。最後、8体目のコーディネートは、スウェットパンツをさっきも使った濃紺のデニムにチェンジしたいと思います。これも文句なしにハマるコーデで、全体のカラーもブルー系で統一されているので、好感度も抜群。足元はスニーカーというよりも、やっぱり革靴がいいですよね。こんなローファーなら気取らないカジュアルさがあって、爽やかさもキープできます。はい、ブルー系のシャツに濃紺デニムを合わせた好感度の高いカラーコーディネートです。誰にでも似合うコーデというのは多分こんな着こなしを言うんだと思いますが、嫌味のないコーデで爽やかさもありますよね。デニムのシルエットが細すぎず太すぎずというのもミソで、これが万人受けするポイントでもあるのかなと。これで少し格上感のある腕時計などを手元に飾れば、大人らしさも完璧です。はい、今回の動画いかがでしたか？たった5アイテムだけで好感度の高い8つの着こなしができましたが、これ5つのアイテム全てがベーシックなデザイン、定番的なカラーだから可能になってるんですよね。だからどれとどれを組み合わせても決して喧嘩しない、しかも好感度だって高い、ちょっとでも癖のあるアイテム同士だと決してこうはいかないんですよ。この春は今回紹介したようなアイテムを手に入れて、ぜひともいろんな着こなしにチャレンジしてみてください。はい、今回の動画いかがだったでしょうか？このチャンネルは雑誌サファリが運営しています。サファリの発売は毎月25日などで、ぜひチェックしてください。お得な定期購読もあるので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、チェックお願いいたします。あと動画の高評価ボタン登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。